ユリー・グイチャルディは、オーストリアの伯爵夫人。一時、ルートビヒ・バンベートーベンにピアノを指示しており、月光・ソナタの愛称で知られる、ピアノ・ソナタ第14番の検定を受けた。グイチャルディは、ガリセア・ロドメリア王国のプシセム・インシルに生まれ、ユリーと名付けられた。1800年6月に、トリエステから両親と共に、ウィーンへと移り、その美貌により、上流社会で知られるようになる。 まもなく、作曲家のベンゼル・ロベルト・フォン・ガレンベルク伯爵と、婚約、1803年11月14日に、結婚した。その後ナポリに移り住み、そのまま20年余りにわたって、イタリアで暮らした。後年は、ヘルマン・フォンピュックラームスカウ伯爵も、彼女を称賛していた。グイチャルでは1856年に、ウィーンで没している。ベートーベンは、ブルンスビック家を通じて、 グイチャルギと知り合った。彼はとりわけグイチャルギのいとこにあたるテレーゼとヨゼフィーネの姉妹と婚姻であった。1801年の暮れにグイチャルギのピアノ指導を受け持つことになったベートーベンは目に見えて彼女の虜となる。彼が1801年11月16日に友人であるフランツ・ベルハルト・ベーゲラーにあてた書簡には次のようにある。 私の人生は今一度わずかに喜ばしいものとなり、私はまた外に赴いて人々の中にいます。この2年の間、私の暮らしがいかにわびしく悲しいものであったか信じがたいことでしょう。この変化は可愛く魅力的な少女によってもたらされました。彼女は私を愛し、私も彼女を愛しています。2年ぶりにくばくかの至福の瞬間を謳歌しています。 そして生まれて、初めて引く結婚すれば幸せになれると感じているのです。しかし不幸にも彼女は、私とは身分が違い、そして今は引く今は結婚することなどできやしないのです。ここに書かれた魅力的な少女がおそらくグイチャルディである。1802年にカッピにより出版されたピアノゾナタ第14番初版譜の表紙、グイチャルディへの見示が見られる。 1802年、ベートーベンは、グイチャルギニ・ピアノ・ソナタ第14番を検定した。この曲は当初、共に出版された第13番と、同じく、幻想曲風・ソナタと題されていたが、後年、月光・ソナタという通称により、広く知られるようになる。この検定はもともと意図されていたものではなく、作曲者が月光・ソナタを作曲している最中に、 グイチャルディを思い浮かべていたわけではない。アレグザンダー・ウィー・ロック・セイヤーは著作、ライフ・オブ・ベートーベンの中で次のように指摘している。ベートーベンははじめロンドと蝶々作品51からに、をグイチャルディに捧げようと考えていたものの、それをヘンリエッテリヒノフスキー・女伯爵へ検じなければならなくなる。そこで、土壇場でグイチャルディに検定する楽曲を探し回ったのであった。 1823年、ベートーベンは当時の秘書で、後の電気作家であるアントン・シンドラーに、当時はグイチャルリと本当の恋愛関係にあったのだと告白した。1840年のベートーベンの電気において、シンドラーはジュリエッタが不滅の恋人へ宛てた手紙の受け取り人であったとしている。この意見にすぐさま疑問を呈したのがグイチャルリのいとこであった。 テレーゼ・ブルーンスビックである。ベートーベンの3通の手紙がジュリエッタ宛だということになっている。お粗末じゃないかしら。テレーゼが疑念を抱くのには理由があった。シンドラーやその他の同時代の人々とは異なり、彼女は妹のヨゼフィーヌとベートーベンの長きにわたる情熱的な恋愛関係についてつぶさに知っていたからである。ベートーベンの3通の手紙それは 彼が熱烈な愛を注いだヨゼフィーヌに当てたものに違いない。1994年の映画、不滅の恋、ベートーベンでは、バレリア・ゴリノがグリチャルで伯爵夫人を演じた。ありがとうございます。